はい、ドルさんこんばんは。新調したバスコンから変な音がずっと鳴ってて泣いちゃった。さあ、そしたら今回はアキネーターをやっていくんだけど、まあ知ってる人も多いでしょう。考えてるキャラクターとか有名人を絶対に当ててきちゃうってアプリなんだよ。まあ説明するよりちょっとまずやってみようか。名前に漢字が入っている、いいえ。ひらがなですか、はい。女性部分的にまあそうかな。男性、はい。6人グループですか、いいえ。ゲーム実況者、はい。ニックネームに運がついてる、いいえ。で、この下のゲージがあれね、分かりかけてきたよーゲージね。名前が4文字ですか、はい。名前に小文字がありますか、いいえ。よくマイクラ実況していますか、多分違うかな。やったことあるからね。水用に関係ありますか、いいえ。顔を公開してますか、はい。あ、もうだいぶ来てるね。ニックネームに間がつきますか、はい。もう実況していますか、はい。おい、誰だよこの画像にしたやつ。悪意あるだろ。と、まあこんな感じで、もう何でも本当に、これは俺じゃなくても、もう言ったらあれだけど、もう誰みたいな人でも絶対に分かっちゃうっていうのはこのアプリなので、今回はこいつに勝つを目的、勝つためにやる。まあ、まだこいつの操作多分あんま分かってない人多いから、四つ見和道とか絶対誰も検索してないじゃん。で、そういうやつも当ててくんだよ。四つ見和道行ってみよう。ニックネームは3文字、いいえ。四つ見和道だからついてない。名前が4文字、いいえ。ゲーム実況者、いいえ。 YouTuber、 いいえ。男性、いいえ。実際に存在する、いいえ。これでね、かなり絞ってきてるんで。目がありますか、はい。名前に小文字がありますか、ない。モンスターハンターに登場する。これおかしくない？どう考えてもおかしいだろ。空を飛ぶことができる、いいえ。ミスト関係がある。あー、四つ見和道わかんないな。四本足で歩く、はい。キツネ、いいえ。フルネームは6文字、四つ見和道7文字。モンスターハンターに関係あるわ。あれ？青い、いいえ。緑色のイメージ、はい。あー、来たか、これ。え？企画だ、俺になっちゃうんだけど。いやー、ちょっと困るな。困る。そんなことされてちょっと困るな。まあ、でもね、まだ一応いいえって押すと続きがあるから。はい、続きますか、はい。ニックネームにもがつく、四つ見ワードつかない。カエルと関係ある。あー、カエル？まあ、両選手だから一応カエルに関係あるか。大食いのキャラクター、はい。あ、腹ペコのキャラ、はい。 PSO、 いいえ。外見は緑色、はい。あー、ほらね、なんか1回目ちょっと無理だったけど、やっぱり最終的には必ずたどり着くのがこいつなんだけど、もう絶対にたどり着かないとこまで徹底的にこいつを叩きのめす。それが今回の動画だから。ちょっともうワンランク落とすね。今回ライズで登場した八つかだきの子供のつけひばき、こいつもうつけひばきって名前すら知ってない人多いと思うんだよね。だからこいつはね、結構難関だと思うんだよ。明らかに四つ見和道やりは、四つ見和道よりは有名じゃない。ゲーム実況もやっていますか、いいえ。実際に存在する、いいえ。男性、いいえ。人間、いいえ。戦う、はい。尻尾がある、いいえ。髪の毛生えてる、いいえ。4本足かな。目が2つだったりする。ちょっと待って。俺自身もつけひばきについて分かってないわ。ちょっと調べるわ。あのね、もはや有名じゃなさすぎて、まともな画像がない。俺ね、ちょっとあかんね。目が2つだったりする。これね、八つかだきが2つじゃないから、分からないにしとくね。宙に浮いてる、いいえ。足はある、はい。むしり関係する、はい。お！おやおやばい、もしかして。名前に小文字がある、つけひばき、ない。小さい、はい。空を飛ぶことができる、いいえ。ニックネームに運がついてる、いいえ。語尾に巣がつく、やつか、違う、つけひばきつかない。一人が、ああ嘘！いや、でもこれね、あがつく、つけひばきつかない。子供より背が小さい、いいえ。巨大な体をしてる、いいえ。ボスモンスターですか、いいえ。白いね、糸で。女性、いいえ。え、嘘！え、なんでお前それが出てきて逆に四つ見和道が出てこないの？こいつちょっとあれだわ、飛んでるわ。四つ見和道7文字。ちなみにつけひばきは29回プレイされてる。
でも逆にさ、こんだけだって人間1億人いるんだ日本に、それで29回ってやっぱ相当だよね。だからそのぐらい影が薄いと。ただ俺はね、まだね切り札を持ってきてるから、その名もドス発火時期。今回ライズから追加された調合すると火薬庫になるよっていう魚なんだけど、こいつ検索したことあるやついないまであると思う。ゲーム実況者いいえ、人間いいえ、尻尾があるいいえ、ニックネームブローンがつきますかいいえ、ニックネーム運がついてドス発火時期ついてない、任天堂と関係してる、はい、ニックネームは4文字いいえ、ニックネームは3文字いいえ、名前に小文字があるドス発火時期、あ、ちっちゃいつがあるね、ポケモンに関係するいいえ、物語で主人公の出来だったいいえ、どうもり関係ない、日本橋で歩く、いや泳いでる、目がありますか、はい、足はあるいいえ、マリオのゲームに出てるいいえ、水、え、いや嘘だ、ドス発火時期がちなみに赤い、喋ることができるいいえ、戦ういいえ、いやさすがにね一回じゃ無理だよ絶対。いいえ、ミスターいいえ、いや無理、え、思い浮かべてるのはチャイルドフィルターが有効になってるのでこのキャラクターは答えられません。え、どんだけあのエッチなキャラクターだったの。いや、まあまずこれが出てくるってことは絶対当たってないから、だってドス発火時期18禁じゃないから、ドス発火時期はそんなにエロくないから。は？もう一度遊ぶからなんだけど、ふざけんなよ。ちょ、一旦なんかチャイルドフィルター外すわ。じゃあもう一回行くよ。YouTuber いいえ。パッと行くぞ。モンスターハンター来た、モンスターハンター来たね。こっからだね。ドス発火時期ついてない。魚がモチーフ、はい。肉食。いや、肉食とか多分書いてないと思う。名前は全て漢字が使われるいいえ、戦ういいえ、ニックネームは4文字いいえ、モンスターに関係あるいい、はい、いや無理、はい、違う、じゃあ全然違うよ、もう一回いくよ。いやもう絶対当てらんないと思うけどな。名前に漢字が入ってる、入ってない、巨大な体をしてる、あー、いや違うな、顔を公開してるいいえ、動物の形、動物、魚って動物、ちょっとそこから調べるわ。まず魚が動物であるかどうか、その起源から知らないとやっぱダメだわ。ああ、魚は動物だわ。背骨持ってる生物は全部動物なんだって。へえ、動物の形をしている、はい、名前が4文字いいえ、小さい、あー難しいな、まあ、小さいか、はい、拡散の意味に違うんだわ、もっと革新的なところついてこる、あ、入ってやっちゃった、違って、最悪、ちょ、もう一回あの2回やらせるわ。よし、ここまで2回やったわ。刺身魚と拡散の目にさっきと同じだわ。こっからだな。仕留められるか。黄色い、いいえ。ニックネームに動物名が入る。カジキだから入るね。ドス発火時期、違うな。肉食、わかんないわ。ビデオゲームのキャラクター、はい。緑色のイメージ、いいえ。動物がモデル、はい。よく。あー、違うな。化石関数懐かしいな、いいえ。まだ行くぞ。水タイプ、いいえ。川に関係がありますが、川じゃないな、部分的にそうかな。体は金色、いいえ。海の生き物に関係ある、いい、はい。人を食べますか、いいえ。外見は緑色、はい。じゃなくて、いいえ。ニックネームがカタカナ、ドス発火時期、はい。カプコンが制作した、いや、来てるんだよ。頑張れよ。赤色のイメージ。こいつ赤だ。来たか。いや、違う。いや、でも俺、勝ったと思うけどな。もう無理だと思うわ。60問目だよ。今もその人は生きている、いいえ。ニックネームが動物に、はい。肉食、いいえ。海に関係、はい。海じゃないか。緑色、いいえ。食べ物、はい。違うんだよな。ちょっとこれ出るまでやるね、一旦。なあ、勝った、降参したわ。勝てた。いるか、あ、いないわ。ってことは多分俺が最初にこれやったってことだよ。誰一人としていなかったってことじゃない。誰を思い、リストにありません。いやー、これあの前もね、あの古代ザメっていうやつでアキネーター動画上げたんだけど、その時もあのこいつに勝ったんだよね。で教えてあげたんだよこいつにね。そしたらパーンと一気に出るようになっちゃって、なんか、だからすぐ吸収するんだよなこいつ、怖くね。ドス発
カジキ。え？ドサッカジキでいいんだよ、2回ともな。説明？モンスターハンターライズに登場する。なんて打てばいい？魚？魚でいいか。あ、終わった。多分これ次出るんじゃないかな。おー、出たー。ほら、もう俺が育てたからこいつ覚えたんだよ。すでに2回プレイされたキャラクターなら1回目が俺で、じゃあ1回目がさっきの俺で2回目が今の俺っていう、これだけで覚えちゃうんだよ。こいつやばくね。いや、そしたら最後にね、人物、俺が考えてる人物を当ててみてくれ。いくよ。ニックネームに「ん」がつきますか。いいえ。どうもりに関係する。いいえ。髪の毛生えてる。はい。実際に存在する。はい。ゲーム実況者。いいえ。名前は全て漢字が使われてる。はい。個人的にあなたを知っている。わからない。あなたの家に住んでる。いいえ。35歳以上ですか。ああ、ちょ、調べるわ。あ、全然35歳以上だった。若いな。いいえ。すごい顔が若い女性。いいえ。学校に通ってますか。いいえ。事務所に所属していますか。いいえ。スポーツに関係がある。いいえ。個人的に自分のこと知っているわからない。インターネットから有名になった。ああ、そうだね。ゲームに関係する。はい。25歳よりも若い。いいえ。メガネをかけてる。いいえ。ニックネームは3文字。ああ、そうだね。ここら辺でちょっとあれかな？分かった人いるかね？まあ、知らない人は知らないと思うんだけど、足はある。はい。年齢は20代。いいえ。ひらがな。いいえ。黒髪。はい。あーっと！もうちょっとバレちゃったかな？はい。頭文字が K。違うな。いいえ。音楽に関係してる。いいえ。プロ、さあ、分かる人は分かったかな？はい。ポケモンに関係。いいえ。フルネームは6文字。違う。いいえ。メガネかけてる。いいえ。ああ、いつもお世話になってます。